こんばんは、五十嵐レイです。この動画ではアメリカジョッキークラブカップ、略して AJCC ですね、の予想をお届けしたいと思います。で、今回はね、ボッケリーニ、そしてモリアーナに人気が集まりそうなんですが、まあ、ボッケリーニはね、もう8歳になるっていう点と、あとね、モリアーナは3歳牝馬は、まあ、まだマシかなとは言われてるんですけど、でも今年の3歳馬のレベルが、まあ、ちょっと低い傾向にあるっていう点を考えたら、まあどちらも過信禁物と言えそうなのかなって思いますね。で、そこで本命に選んだのがマイネル・ウィルトスです。1年間休養したことで、もうなかなかこの子の強さを発揮することができずの競馬が続いていたんですが、でも2走前のアルゼンチン共和国杯では2着、そして前走のステイヤーズステークスでは3着に善戦していまして、まあ、やっとね、この子らしい競馬を取り戻しつつあると言えそうですよね。で、これまで4回の重賞2着と3着1回、というあと一歩で重賞タイトルを手にするところまでもう来ている子なんで、まあ、メンバーも手薄な今回こそがこの子の出番になると判断しまして、はい、本命に選んでみました。はい、で、鞍上にも横山武騎手が予定されていまして、まあ、ここ2戦ね、構想させたコンビでの重賞制覇に期待したいなと思います。続いて今回の穴馬なんですが、じゃん、空手です。はい、これまで中山コースは3勝、そして2着1回着外がまあ5回という成績を残していて、まあ、着外の多くは2歳3歳児に多く出した結果で、まあ、精神的にも成熟してからは負けてもね、でも掲示板確保するっていうレース内容からも中山コースはね、適性が高いと言えそうなんですよね。で、また寒い時期の中山で構想しているっていう点もプラス材料と考えました。で、長期休養明けで人気を落としそうな今回は、まあ、しめしめ穴馬として狙ってみたいなと思います。はい、では今回は3連複の1等軸流しでマイネル・ウィルトスからチャック・ネイト、そしてモリアーナ、そしてボッケリーニ、そしてクロミナンス、それから空手、はい、以上の5等に流した3連複合計10点で的中を狙いたいと思います。で、今回はね、東海ステークスのこちらは3連単予想、はい、ドキドキの3連単も公開してます。また日曜日の夕方にはね、予習として、はい、ネギシステークスですね、こちらの推奨馬も公開いたしますので、皆様のご視聴お待ちしてます。では、今週も皆さん一緒に競馬楽しみましょう。